ここを通ったら、花蓮県入りました。はい、ここからも花蓮県ね。皆様、今から行くところはね、台湾で2カ所しかない。1カ所は嘉義にある、1カ所はここ、花蓮県にある。北海岸線ね。うん。後で降りた時ね、陳さんにね、陳さん、北海岸線の線はどこに引いてあるので聞かないでくださいね。はい、線引いてないから。うん、北緯 23.5 度なので、はい、これで熱帯と亜熱帯の境目ね、はい、台湾2カ所を通ってる。あとでね、北海岸線って書いてるそのモニュメントというの、まあそういう印、がありますので、ぜひその前で一枚の写真撮ってください。北海岸線来たということだよね。はい、今この目の前です。ちょっと地味なんですけどねあ、その北緯 23.5 度、ちょうどこの建物の間に隙間があるの見てください。わかる？今左見てください。この隙間がちょうど 23.5 度なんです。わかります？はい、まあ皆さんみんな細いから入るよ。わからんぞ。じゃあ後でね、ここね、50分乗車ね、3時50分、ここから花蓮市内までおよそ1時間10分ね。はい、もしあなた渡ってあそこで写真撮るでしたら、ここの車みんな猛スピードで走ってるから気をつけてくださいね。はい、3時